ばんは。昨日夜できなくてちょっとやろうかなって思ったけど、なんか本当に帰ったら寝てて、ありがとうたい焼き。そう、なんか本当にメール書いて帰りにチャットも送って寝てました。気づいたら昨日の昼声ありがとうございました。楽しかった。こちらこそありがとう、たい焼きありがとう。たくさんなんかさ、めっちゃ暑くて昨日お家が、まあいつもなんですけどエアコン入れたのに全然効いてる感じしなくて、1度下げて27度にしたらなんか本当に寝ててDMM 見ようかなとか、 DMM 見たいなとかさ思ってたんだけど、昨日昼声だけ聞きました。ありがとうございます。こちらこそ昨日もありがとうございました。本当にこちらこそありがとう。受付とかも名前言ってくださる方とかいて、たくさん。昨日たい焼き食べたらまた食べたくなってる。いいな、私食べれてない。昨日何食べたっけ、甘いもの食べてないの最近。そうそう、見送りじとくの、そう見つけた、すぐ、ありがとうね、ありがとう。そう昨日さ、多分公演、夜公演前かな、手作りボードなくて、全然ありがとう。昨日も帰ってきてメール打ったんですよね。寝ちゃう本当に。ありがとう、メール返信とかも。何の話、そう昨日さ夜公演、昼夜どっちも最後だったんですけど、私受付がなんか多分外雨降ってたのかなって思って、みんななんか濡れてる方が多かった気がする。そう、ギリギリ受付に来て本当にありがとう。そう最後だったので、受付終わった途端にさおちゃんに変わってた。そうだったの。そう最後だったから結構待たせちゃったかもしれない。受付終わって外出ようとしたら雨で諦めたそうだからなんか雨降ってたから刀剣できましたみたいな方もいて、なんか帰るのあれかなってなったから、雨降ってるから刀剣できたよみたいな方もいて、ありがとうたい焼き。夕方に雨降って、そうだからちょうど私はずっと室内にいる時だったから、なんか名残みたいなのは道にあったけど雨のそう今度さおちゃんのために夏ちゃんの可愛いせいか受付に持ってくね、劇場に持ってくね、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そうそんなノリで来てくださって、昨日はロック、ロックいいですね、めちゃくちゃロック好きかも、なんか一番今までの中で好きかもしれない。私冬バージョン春バージョンって来たけど、ロックがめっちゃ好き。もう本当に青臭いロックが大好きで、もうなんか何回も言い過ぎて、ひろかに曲がかかるためにリハとか先輩たちがしてて、そのために本当にこの曲好きなんだけどってずっと言ってた。ジスカ、まあ、ジスカも最高でした本当に。でも本当にずっとこの曲本当好きなんだけどってずっと言ったら、昨日も聞いたよって言われた。でもそんなぐらいずっと言ってる。ジスカ青臭いの、そうその流れがいいよね。本当名前一人増えた、増えましたかね多分。ありがとうたい焼きも、マッシーさんと私はそう毎回私同じ顔してるちょっとっていう、昨日自分の席マッシーさんに、いいですね。そうあとあれピック、春から変わってピックになってて、そういいよねって思いましたいいですよね、あれ中に入ってるんだよね髪の。そうそうセリフもねめっちゃ良かった。 DMM 見ようと思っててまだ全然見れてなくて、マジスカのとこまで行ってないんだけど、昼から見てるんですけどまだ全然見れてないそうこんばんは、ありがとう、星もたい焼きも、ステナブ懐かしい、懐かしいね急に懐かしいね急にだけど、やばいエアコンつければよかった、話してたら暑くなってきた。なんか普通にお家に一人でいるとあんま動かないから、帰ってきて夕方とか全然
まあ、いけるかと思ってエアコンつけてなかったけど、話してたら暑くなってきましたが、ちょっと立ち上がってリモコンを取るのがめんどくさいので、まあ、一旦あと今日はエッサコイサもあるのでそんな長時間はやらないんですけど、そうそうなんですよ、エッサコイサを聞きましょう、聞きましょう、聞こうね。そう、あとそう忘れないうちに、あでもまた直前になったらまたどうせ言うんですけど、日向祭り、私日向祭りの日自分が出てる時ちょうど前座で、そうありがとうたい焼き、いやこうお世話になってません、本当に暑くないのいいね、今日は楽しみの放送、そう今日ちょっと楽しみで、えさこいさん、うんうん、画面に使ってチェアを置きます、さこちゃんって北欧っぽいね、どういうこと北欧っぽい、そんなことあるありがとうたい焼きも20日までなのであとちょっとになりましたね、なんか始まった時は意外と10日間って長いかもって思ったけど、今日も二部制作者の前後、あ終わりはやらない終わりはやらないので、はい今日は一枠だけかな、ありがとうたい焼き、そうだね、毎日頑張ってるからすごいありがとうね、なんかあフォロワーさん、フォローありがとうございますなんて言えば、待ってテロップ書こうかな、そう思ったんですよ、 iPad でテロップを書くからなんかいきなりローマ字入力しかできないみたいなよくわかんないことになっちゃうんだと思って、私はもうスマホでテロップを書けばいいのではっていう、これでなんて書こう、テロップ昨日前座、ございましたありがとうございました、 OK 土日ありがとう、こちらこそありがとうね、たおちゃんのパンをずっと見続けたけどやっぱり本当にありがとう、なんかございます変換が途中で切れてた、こんばんは今日も嬉しいです、ありがとうなんか今日ちょっと動画見てたらいきなりファンキーモンキーベイビーズさんの曲が流れてきて、なんかそっからずっとこの曲が流れてる、今なんかフィッツに引き続きめっちゃ平成の夏みたいな曲がさめっちゃ私のなんか頭に流れる焼きありがとう、昨日みどもり、そう昨日みどもりだったんです、私 DMM ちょっと見てたら昨日初めてポーズするところ、てってれれてってってってれれてのポーズが初めて抜かれた気がしてて、多分初めてかな、びっくりしたびっくりしました、ちょうどこの敬礼時鉄があったので敬礼にしようって言ってみんなで敬礼したんですけど、敬礼のポーズのところが私にが抜かれてて私が抜かれてたけど私があんまり笑ってなくて、いや笑ってるんだけどすごい笑ってるわけじゃなくてああってなった、そう父の日ながらその曲、えそうかも、なんかそうかも、なんか流れてきた、みどもりのさほちゃんのジャンプ好きめっちゃ飛んでるの私実は、みどもりいつもこれは結構あれなんですけど本当にめっちゃ飛んでて、高さ多分一番飛んでるんじゃないかってぐらいジャンプしてるみどもり今日どこかのお店でスピッツのルビーソンが流れて、えいいねスピッツさん、そうありがとうたい焼きも見返してみよう、そう見て見返してみてください、でもナナもめっちゃ飛んでるから同じくらい飛んでるか、そう今日どこかのお店です、な待って同じじゃない、あ同じコメント同じ人かと思う、結婚してありがとう、結婚来世でありがとうたい焼きも、音楽が頭から離れないのはディラン効果というらしいです、えそうなんかさ
本当にあった怖い話じゃない、世にも奇妙な物語とかさ夏やってるじゃないですか。なんかそれで頭の中で曲が流れて止まらないっていう世にも奇妙な物語があって、それを脳内メロディー症候群って言っててなんかその脳内メロディー症候群っていう怖い話、世にも奇妙な物語だったんですけど、タイトルがその脳内メロディー症候群になると、その曲の世界観みたいなことが起こるみたいな感じで、確かちょっとちっちゃい時ってかいつ見たか覚えてないけど、何年か前なので覚えてないんですけど、で最後その世にも奇妙な物語のテーマソングがかかったらなんか死んじゃうみたいな、亡くなっちゃうみたいな感じの話で、ちょっとだけ怖かった。そう、タモリさんが最後出てきて終わったのかな、そんな感じでした。たやきありがとう。公演曲が頭から離れないってことある？え、今私それ今青臭いロックでそれになってる。公演中ってか昼夜の間もずっとダン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 ってずっと流れてる。待って、一緒じゃん青臭いロックショックなるよね。なんでだろう、めっちゃ離れない。一昨日昨日はミミさん大好きにやってたんだけど、小学生と一緒にキャンプ、すごいいいな小学生たち明るい曲なら嬉しいけど、悲しい曲なら確かに。フォローありがとうございます。そう、仲間ね、ほんと昨日帰りの車の中で鬼火、そう同じ曲ずっと聴きたくなる。私も土曜日の受付でサホちゃんの印象的になった。ほんとにありがとう、嬉しい。ちょっと今度名前言っていただけたら、あってなる、この方って、嬉しいです、ありがとね。受付で気になったって言ってくださるの本当久しぶりかもずっとしてるから受付そう、昨日ロックバージョン初めて生で見れて最高でした。おお、衣装もいいよね、なんか一番好きかも、本当にロックバージョン好きですね。でも夏が来るのでもう夏みたいな感じだし、短いのかな、どうなんだろうね、見れるうちに見とかないと皆さんどうなるんだろう、わかんないけど。そう、収録アルバムはサムネイルだよ。そうなの、ありがとうね。メンバーみんな臭いの好き、そうめっちゃいい曲本当に。そう、こんばんは、遊びに来てありがとうございます。まだ前座がまだって言われてるんだけど、前座ガールズですよずっと確かに長いかな、何月からやってる、2月の私は初日に出れてないから12日とかからなんですけど、もう4ヶ月やってるのあー面白い、冷静に考えて。まだロックバージョン見れてない、そうなのか、夏バージョン、そう皆さん夏バージョンになる前、ロックバージョンは梅雨シーズンのみなのかな、ねえな気がするけど、どうなんだろう。ダンスはめちゃくちゃ大変です、確かにやばそう、春が結構ね。メンバーの受付本当に嬉しい、本当にありがとう。たい焼きもハートも仕事終わって配信見に来ました、ありがとう。たい焼きイベント1位目指して頑張って、君ならなれるありがとうね、頑張ります、ありがとう。今6位とかにさせていただいてて、もうありがたいです本当に。サホちゃんよく出てるイメージあるけど何回出たんだろう、あんまり出てない、いや多分真ん中くらいかな、真ん中より出てないぐらいかなかなって思ってるけど、私が誰かが前座出演したメンバーの回数数えてる人がいたら超やなんだけど超やだマジかそう、前座あるからこういうのますます楽しみ、本当にありがとう。認知しっかりといつも感謝しております、ありがとう。こちらこそありがとうね、いつも来てくれて。たい焼きもありがとう。あ、54日目が出てる。54日目。めっちゃすっぴんだけど今日。ロックブロックになってからみんな可愛い仕草もロックになってる。さ、ロック。感謝の気持ちはたい焼きしかない。ありがとうね、たい焼き。確かさほちゃん全然6回らしい。どういうことどういうこと?6回って何が?6回なわけは、あ、今月ってこと？
そう、さおちゃんでも、そう、私初期全然あんまりかなって思う、なので 数えてる、なんて言うの、板数えてる人、公式ニュースとか飲むでしょ。そう、それはそうですね、確かに。100日いける、100日はちょっと厳しいかも ありがとう、54日、うん、たい焼きありがとうございます。40中くらいじゃない、あ、公演に出た時に写真がもらえるんですけど、それの枚数を数えれば、あ、でも一回受け取り忘れちゃってか、私が持って帰り忘れちゃって、そう、チケット取得まで私16日、確かに人見知らず抜きたいありがとうございます、フォローも、たい焼きもありがとう。先輩の思い出いっぱい声で解禁しよう、解禁賞の、そうなんだ、今月の話ですか、それは。たい焼きありがとう。じわじわ1700人近づいてますね。そうなんです、今日起きて見たら2人減っててでも配信予定入れて始める時に見たら2人増えてて戻ってましたありがたいことに。めっちゃ爪伸びてる、めっちゃ爪が綺麗、折れてないの、すごくない、いつも折れちゃうんですけど、いきなりフォロワーさんも1686人、あと14人、本当にありがとう、増えてる、とてもありがとうね。減ったの寂しい、そうなの、地爪強い方、地爪ね結構折れがちなんですよ、私あんま深爪が好きじゃなくてすぐ切っちゃうから、そうだけどめっちゃいい感じです、今は折れてない、爪の手入れはしてる、でもあんまり爪切りで切らずにヤスリで削るようにはしてる、折れないように折れないようにしてる、折れるまでチャレンジする、はいや、それはそこまではしないです、折れそうとか、あ、ひび入りそうってなったら切る、切るっていうか削る、そうなんです、ネイルに興味ある、したいですよネイル、本当はしたいから、そう、フォローありがとうございます、そう、フォローありがとうございます、嬉しい、そうそう、あ、昨日ひのさんにとおめでとうございますって言いました、ちゃんとお誕生日よかった言えて、そう、話しかけられるタイミングがなかったらどうしようかなって思ってたから生でインサージャージありがとうね、そう、ひのさん髪切っててめっちゃ短くなってた。ありがとう。流れ星も。たい焼きありがとうございます。こんばんは。今7時21分か。そう。ゆなさんに会ってないですね、今日、昨日、今日か今日ですよね、会えてないし連絡先も知らないです昨日付けがでね、そう、なんだ、ぜひ、なんだろう、星になっている、たい焼きありがとう、今日仕事行ったらコロナで3人大事大変すぎ、そうなの、コロナまた流行ってるの、夏のコロナが一番辛いと思う、私人生で1回だけコロナになったんですけど、コロナにかかった時があって、その時がほんとちょうど夏で、夏休みとかだったかな、だったからもう熱40度ぐらい出て、しかも暑いからエアコン入れるんですけど、40度まで来るともうなんか暑い通り越して寒気がしてくるのね、だからほんとその時ほんとになんかっていうんだ、凍え死ぬかと思った
そう勇気出して連絡先聞いてあげて。私も勇気が出ないです後輩から行く方が難しい気がする。でもどうなんだろう先輩。でも分かんないですちょっと。そういつかね、夏のコロナ、そう暑くて、そうコロナもインフルエンザもかかったことない。嘘すごっ、インフルエンザかかったことない人っているんだ。え、衝撃なんだけど、衝撃を受けている。そう寒気やべ、そう本当にそうなの。40度、人生であんま2回3回目、まあちっちゃい時とかはあると思うけど、40度でよく頑張りました。そうあの時は本当に中学生とかだったんですけど、よく頑張りました。でも味覚がなくならなくて、私はコロナの時に。だからまだ、でもなんかもうさ、寒気やばすぎて食べ物食べれないしみたいな。めっちゃ痩せた去年夏にコロナかかった。つらい。インフルエンザあるがコロナはない。おお、いいね。インフルもコロナもない。え、そんな人いるの、すごっ。そんなことあるんだ。たい焼きありがとうございます。フォローもありがとうございます。待って、すごい、インフルなったことないの。私もう何回もなってる。保育園で1回、小学校で2回、3回、あでも予定3回。そう40度熱大丈夫だった。え、意外と大丈夫でした。コロナまだね、そう久しぶりに聞いたかも。そうインフル、でもインフルエンザの時って結構小学生学級閉鎖なりがちなんですけど、私なんか学級閉鎖まであと何人みたいな、みんな数えてるんだけど、大体そうすると初めになった子が復帰してきて永遠に学級閉鎖にならないっていうのになってましたよ。インフルない、インフルない人めっちゃいるんだけど、すごい、なんでだ。高熱出て病院行ったけど陰性で、お医者さんになんでって言われた。え、私もある、それ。小学校の時にずっと熱出てて、高熱が40度ぐらいの、でもインフルでもなくて、その時まだコロナ流行ってないから、そうなんでってなって、もうなんか毎日血液検査してた時ありましたそしたらなんか熱下がってきて症状がなくなって、何だったんでしょうねってなって終わった多分ちょうど受験とかの時だったから、ストレスなかなみたいな感じで終わって、原因不明の熱が出てたって。コロナ後遺症でね、確かに。そうなくてよかったです。そう学級閉鎖だった。そういう子もいた。そうだって5日くらい休み。そうなの。何がインフルかコロナか分かんない。え、そう病院行かないと何かなんだか分かんないよね。蕁麻疹にはなった、なったことないかも。逆にインフルエンザ高校受験の年にインフル大略してみんなで仲良くかかった思い出。え、しんどい、受験の時にコロナとかインフルとか、インフルしんどい。私の友達もコロナで食欲なく痩せたら新しい情報で得意されしました面白すぎる。それで痩せるの絶対リバウンドするよ。みんなありがとう。たい焼き、グループで一番手大きい。いや、あ、一回みゆみゆさんと手を比べたことがあった気がする。どうだったっけ、結果を忘れちゃった。なんかでも同じくらい、いやでも私の方が小さかったかな。いや、うん、覚えてないですね。でも私もでも手は大きいです。さおちゃんの家族とかもインフルとかコロナは経験あり。コロナは私だけだったの、家族はなってなかった。インフルはあると思います。ちょっとお風呂行ってきます。行ってらっしゃいこんばんは。たい焼きありがとう。病院に行かなければ病気じゃないと思って38なんですって我慢した絶対。え、すごい、逆にすごい、治ってよかったですね。そうでも多分4期だったら一番手は大きい気がする。やばくない大きすぎないね、足のサイズ。私足のサイズはどうだろう、平均的な気がするな。たい焼きありがとうございます。お茶も手が大きいと思いますよ。どうなんだろう、わかんない、あんま見たことない手。そう
やばくないよ、いいこと、いいことなのかな。別にさピアノとかもやってなかったからさ何のための大きさなのか。昨日久しぶりにそうじゃないですか。確かに久しぶりになった気がする。私もそう、久しぶりだったなって思ったお見送りの時に握手したいね。握手会いつか、いつかね、あったらいいね。腕長い、腕めっちゃ長い。なんか身どもにね気にして、なんか手あげるんですよ。うん、なんだっけ、一足早く空をめくる、いや、なんだっけ、季節のその気配で、なんか一人だけ飛び出てて腕がちょっと恥ずかしい。指輪が生えそうな手だね、本当に。どうだろう、ありがとう、ありがとう。なんか何歳、そうだね、大きく見えるね。コロナって気づかないだけでほとんどの人は潜在的に感じるね。それ聞いたことあるね、症状出ない。そう、こんばんは、お気づいてくださってた。そう、気づきました。アイアンクローンするためで、アイアンクローン、アイアンクロー、アイアンクロー調べます。あ、フォローありがとうございます。何アイアンクローって分かんない。ありがとうございます。あとこんばんは、プロレス技です。プロレス感分かんないよ、プロレスは。そう、サオちゃんなんとか、なんだ、なんとか言ったそう。何が、なんだ、デコピン、爪が痛いかも爪当たっちゃうと申し訳なくなるもん、人に。あ、ごめんってなる、長いから。でも深爪苦手なんですよね。なんか全ての動作がなんかしづらくなる。掴む、物掴むとか話すとか。そう、サオちゃんの役に立つ、手足の長さって言うの。そしてここありがとう、めっちゃ褒めてくれるこんばんは、ひと足早く空をめくった、枯れた、たたたたた。そう、昨日はメリーが急遽代打で出ることになってポジションが変わったりとか。私はしてないけど、下子もいてそう、深爪だけどささくれが痛い。ああ、冬はなるな、ささくれ。そう、耳かきしやすい、耳かきしやすい、どうだろう、わかんない。たやきありがとうございます、こんばんは。なんだ、漢字が、あ、やばい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 、漢字がまた読めない、漢字が読めないことがバレる、みんなに。な、何度振り仮名を教えてもらったことでしょう、ショールームで。たやきありがとうございます。なんか3期生さんがさ、春祭りの時に学力テストしてたじゃないですか。4期でやったらどうなるんだろう。なんか入ったばっかの時にやれば私もまだ勉強できたかもだけど、してなさすぎて。悠久山って読むんだ、ありがとう。地名は特殊、地名なのねみんな教えてくれてるありがとう。どこにあるんだ、長岡、長岡市か。そう、言って上手は知らんけど、どうなんだろう、どうなるんでしょう、わかんない、意外と。みんなフォローありがとうございます。地名クイズはキリがない、確かに地名は難しい。長岡の球場と地名、そうなんだ、本当だ、長岡って書いてある。ありがとう、バラ。コロナにかかってんだけど、ノロウイルスにかかって、ノロウイルスなったことない。フォローありがとうございます、すごいフォローしてくださる、ありがとうございます。長岡の桜の名所、うん、そうなんだ、
本当だ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、すごい。ミキサーやだ、何位くらいだと思う。何位くらいだろう。だいたい1位は予測がついてて、わあ、でも真ん中ぐらいにはなりたいけど、現役で、現役っていうか、なんか受験生の子たちとかでも、どこまで出すかによりますね、範囲が。中学校に合わせるなら負けてるかもしれないから、真ん中になれたらいいなって思うそう、綺麗になりたくて、ありがとう、ありがとうね、ドラム。そう、危険です、ありがとう、こんばんは。ごちゃん聞いてるかね、ごちゃん。どうなんだろう、ごちゃん。なんかさ、土日ごちゃとかだとごちゃ聞けなくて寝ちゃって、気づいたら土曜もうごちゃ、なんか全然リアルタイムで聞けなくて、ちょっとずつあのアーカイブを聞いてる。あのめっちゃ長いじゃないですか、だからちょっとずつちょっとずつ聞いてます。そうそう。でもさ、私の中のイメージでさ、頭いいですって自分で言う人より、いやいやって言ってる子の方が頭いいと私は勝手に思ってるので、4期生はあのみんなが思ってる頭いいって思ってる子と、私が頭いいって思ってる子違うかもしれないもしかしたら NGT48 クイズなら誰が一番かしら。それわかんない、一番わかんないかも。誰だ、どうなんだろうね、誰なんだろう。レオの声で初サボちゃん見れました。ありがとう、そう来てくれて、うちはもうありがとうね。ノロウイルスかかって7キロ、7キロはやばいね、体重がダウンしました。そうなんだ。自分も昨日有田キラビティ移動中に来た。お、いいですね。違う、私の話ではなくて他の子がってこと。前回のおもちゃんかねめっちゃいいじゃんね、すごい、それができるのがすごいよ。うちはおもちゃんの焦りやつ大爆笑だったそう、さすがだよね、大きな1位が見当つかない。なんで自分の頭いいって言わないですよ、自分の頭いいって言ってる人のことは誰が言ってるとか本当に思ってるかもしれないかわかんないけど。たい焼きありがとう、フォローありがとうございます、すごいフォローしてくださる、どうしてありがとう。ノロウイルスってやばい、そうなんだ。最近さ、充電、そう今思った、イヤホンを見て思ったんですけど、タイプ C の充電コードが増えてきてて、普通に充電器買おうとしたら、充電器買おうとしたら、モバ充買おうとしたら、付属のコードがタイプ C で、タイプ C じゃないスマホと思ってやめました違うやつにした。でもそれぐらい世の中がタイプ C だらけになってる。こんばんは。一生さ、なんていうの、これタイプ B っていうの、なんかわかんないやつ使ってるから。フォロワー数1691、あと9人。そうなの、ありがとう、とっても増えてて嬉しい。なんでですかね、なんでですかねとか言ってiPhone が買えそうなっちゃう。そうだよね、新しい。今 iPhone ってどこまで出てるの、 15 とか16とか。 iPhone16 まで出てるんだ、すごい。 15? あれ16じゃないの16はいつ発売ですか。あ、今年の9月に出るって。フォロワー2000人超えてるよね。いつだろう、来年とかかな。来年はさすがにやばい、でもそれぐらい。今6月、もう半年過ぎてるの、やばい。15まで出てるんだね今。16からタイプ C になるとかならないとか。15ってタイプ C じゃないの、なんかタイプ C の子が、タイプ C がちょっと変えたくて15にした。ああそうなんだ。さおちゃんはあと3年は SE かな。いや今年の4月、来年の4月かな。なんかちょうど2年間使う約束なので、このスマホは。あと半年
ちょっと耐えればあと半年ちょっと耐えれば私も新しいスマホになれますね。一般に職場でノートコナが同時期に出た時は残業くって、あー大変そう。16、何色が出るんだろう16って。色が気になる、性能とかより。 iPhone14 Pro でつい最近まで最新機種だったの。確かになんか毎年出てるよね。一番いいものにしちゃう。そうだね、どうしようか。タイプ C は世界を救う何タイプ C に洗脳されてる、もしかしてそんなすごいの。そう、耐えるってもそんなことない。でもこのスマホちょっと充電の減りが早くなってきて、全然この形でもいいんだけどバッテリーを変えたいかも。 iPhone ストア、 iPhone アップルストアに行って、来年は超豪華室アーチェンの写真で会えるわけないそうかもしれない、超豪華室。スマホの色は何系統が好き？白がいいですね。ケース、透けてるケースつけた時にあんま引っ張られない色がいいから、白がいいかな。そう、自分もスマホ安いだけど秒でなくなる。え、そうなの。なんかカラオケ配信2時間した時に本当に一瞬で充電が切れて笑えないとか思って。急速充電だよ。タイプ C か、タイプ C は急速充電だから。確かに iPad はめっちゃ早いかも。 iPhone15 はグリーンです。あ、かわいいグリーン。あれ薄い緑、あ濃い緑かな。私 iPhone12 使ってた時があって、その iPhone12 使ってた時は薄緑みたいなやつ使ってました。かわいかった。その何色って言うんだっけ、グリーン。あ、でもグリーンでしたね。スマホケースにプリクラとか貼るの？中学生の時はしてたけどもうしないかな。ちょっと自分のプリクラ恥ずかしいからもうしないです。多分私は中2とか中1の時とかはしてた気がする。挟んでた、ケースにおしめ挟んでる人。そう、それいいよね。そうそう、 iPad で配信しない。 iPad で今配信してます。そう、ガラケーの頃はバッテリーだけ交換できた。あ、そう、 iPhone もできるらしいんだけど、なんかどうやってやるのかが調べるのもめんどくさいし、あと半年って思ったらまあいいかって思っちゃって。背面にクリアカード挟んである。お、いいなそれ。12って言ってあげて確かに15とか16とか言ってるから、12も。アンドロイドは趣味のけど、アンドロイド操作方法がわからない私。なんでだろう、なんか難しそうなイメージがあって。勝手に友達でアンドロイドの子いたんだけど使い方がわかんなさすぎて。そう、12現役で使ってます。え、いいな、私も壊さなければ12を使っているはずだった。クリアカードとてもありがたい。ああね、勝手に自分で交換してる。すごっ、壊す覚悟で。すごっ、ちょっと怖くてできない。壊れたらやだ、壊れたらやだ。なんか写真とかが消えるのがちょっと嫌で。そうそう、バッテリー自分で交換してる子。いや、ずるずる、勉強できない。だってアンドロイドってなんかわかんない、未知の世界すぎて。なんだろう、どうなってるんですかなんか LINE の機能とかも、あ、それ iPhoneだからどうなんだよとか、アンドロイドはどうだよみたいなとか、エアドロできるのかな。え、待って、分からなさすぎる。エアドロってできるんですか。エアドロはできるか。そう、あと何でしょう。こんばんは、あ、今来てくれありがとうございます。ちょっと今日何時までやろう。できないと思う。できないのか、できないんだ。知らなさすぎ、無知すぎる。私機械音痴なんですよね、普通に。多分パソコンも使えないし、パソコン使えないのが何気にやばい。今の子ってパソコン使う。でも学校でパソコン使うって子も多いから、
私の学校がパソコン使わない学校だったから、人によってあれかも、わかんない。そう、今一人一台だから、私いとこが小学生なんですけど、小学校でパソコン使ってて一人一台だから、私より使えるんだよねパソコンを。ちょっと焦ってる、やばい、本当にどうしよう。そうだから、めっちゃ年下の子たちがみんなパソコン使えるのにさ、小学生でだってパソコン使ったら、もう大人になる頃にはめっちゃ使えるようになってると思うから焦っております、パソコンが使えなくて。予期せぬ声出しになるかな。そうだね、いつだろうね。たい焼きありがとう、コメントしてないけどゲームしてだから違うありがとうね、英才教育すぎる。そう、アンナちゃんのタイピングがめっちゃ早かった。そうなんだ、見たことない。まあでもパソコン使う機会あんまないから。すごう、タイピングもめっちゃ遅いです私今の小学生、タブレット使ってたり、本当にいろいろ使いますよ。日本人が iPhone ユーザーなわけなんだけど、そうそうそう、 iPhone はね使いやすいから。ありがとう、たい焼きも。パソコンが普及し始めた頃はタイピングゲームたくさん出た。ねえ、それしたい。寿司だとか寿司だしか知らないタイピングゲーム、ありがとう。タイヤキフリック入力早い、多分まあ早い、普通ですねありがとう。寿司だして、寿司だは知ってます。なんで寿司だ知ってるんだっけ、なんかいとこがやってたのかな、それでなんか見ていいねって言っていいじゃんって、ちょっとやらせてよって言ってやって、あんまりできなかったっていう記憶がある配信でやってた。そうなんだ、こんばんは。暑いね、暑いね、本当に暑い。6月でこの暑さはやばいです、本当に。こんな暑かったっけ普段。自分はゾンビ倒すやつやってます。なんだそれは、いろんなタイピングゲームがあるんだ、いいですね。パソコン欲しいな、急にパソコン使えるようになりたいからパソコン欲しいかも。パソコンはいつか絶対使う気がする。エアコン入れてる、入れてない、今入れてないです。後で入れようかなって思ってます。久しぶりに洗濯っていう風に使いました。おー、いいね、たい焼きありがとう。いいな、銭湯、銭湯、温泉行きたい、めちゃくちゃめちゃくちゃ温泉、あの旅行に行きたい、旅館に行きたいですタイピングオブザデッドもあったね。なんだそれは、知らなさすぎる。ゲーム、パソコンゲームしない。室温30度超えてそう、どうなんだろう、見えないこっからじゃ。でもなんかその時計に温度が書いてあるんですけど、眼鏡してないから見えない、ちょっと一瞬見よう。見えな、視力検査みたいになっちゃってる、多分30度ぐらいかな。そう、サウナも、サウナ苦手。サウナ流行ってるよね。でもサウナ整うんでしょ行ってみたい気持ちはあるけど、ちっちゃい時に行って苦手だったから、それから行ってないですね。一緒に行こうか、やだ嫌です。ピンクしてゾンビを倒すの、昼にローソンイタリア 0% でのバスク富士ケーキあった。すごっ、そっか 47% 増量なのか。一回も買ったことない 47% 増量のやつ、買ってみたい。出会ってないのかな、私が、それとも無意識にスルーしちゃってるのかな。そう、サウナはいいけど水風呂が苦手。あ、水風呂も苦手、どっちも苦手。一緒に整うかね、嫌なんだけどさおちゃん視力どれぐらい。 0.1 くらいですね。でも劇場の時はコンタクトしてるから1はあります、絶対に。後ろまで見えますよ全然、なんなら PA 卓まで見える本当に。サウナって100度の空気死んじゃう。そうなの、100度なの、やばやば。なんで、なんでそこに自ら整うのか。サウナ鼻
初めて聞いたんだけど、サウナ入ると鼻毛が熱くなるんだよね。そんなことある。サウナの後の冷水浴が気持ちよく、そういうことか、それのために暑くても入ってるんだね。フォローありがとうございます。たい焼きもありがとう。夏は海辺の温泉がいい。いいね、温泉行って花火見てとかしたい。今日のまみひるは 47% つながる。いいですね、めっちゃいいじゃん。 PA まで見えるならとか毎回見えないと思う。振ってよ、 PA まで見えなくても。でも見えます、ありがとう、振ってほしい。立ち見でもサワちゃん気づいてくれるから。そうですね、大体見える。見えます、でもみんな見えてると思うよ。全然その柱後ろとかだとちょうど場所によって見えたり見えなかったり、一曲だからあるけど見えます。基本心臓の負担がきつそう。確かに。じゃあ内緒見てた土曜日の AKB 劇場の公演が当たりました。おめでとう。よかったね。水風呂ダメって人はサウナ入ってる時間が短いから。そうなんだ、サウナ知識がなさすぎる私に。こんばんは。 AKB 劇場行ってみたいかった。ちょっと佐藤南さんがいる公演に行ってみたかったけど、もう卒業されちゃうから行けないまま終わっちゃう。こんばんは。昨日 PA 宅にいたみみえさん見えた。見えましたよ。見えました、すぐ気づきました。なんで知ってるの。逆になんで知ってるの。そうすぐ、でもちょうど目の前だった。私が緊張した、めちゃくちゃ夜めっちゃいつもより緊張しました。さおちゃんは上手が多い。うん、身どもりは下手で、大人は初めが上手で下手に行って、何かがいるは上手で、順序よろしくは上手行って下手行って上手で終わりますね。だから同じくらいな気がするけど、あでも私身どもりは下手の時もあるから。2個ポジションがねあるから。そう昨日は下手、そう昨日は下手でした。こんばんは。昔みたいにビンゴで席選べたら、そうその話ちょっとした。なんか NGT 劇場ファミリー席とか女性席とかあったけどなくなったねっていう話をメリーとしました。そういえばありがとう、たい焼きありがとうございます。本当にそうそう、でもやっぱりねマスクいつ外れ、もうそれもわかんない。わかんないことだらけ。たい焼きありがとう、ありがとう、たい焼きすごいたくさんありがとうございます。本当にありがとうね。こんばんは。しっかり選べなかった。そう受付してくれた方がさ刀剣じゃないのに後ろとかだとちょっと私が心が苦しくなる。めっちゃ申し訳ないなる。からみんないい席に座ってほしい、なるべくその人にとってのいい席が多分それぞれあると思うので、推しメンの方の本編のだから、受付してくださった方が揃いも揃って皆さん柱とか後ろとかの方だと、わあ私やばい、ちょっと本当に申し訳ない、最善とかなんか引かせてあげたいってな。そう昨日は嫌なんか。そうだね、本当にね結構思います。それはたい焼きありがとう、ハートもありがとう。こんばんは。刀剣は必ず入りたいから全然とかはない。そう刀剣の方はそう後ろの方っていうのは知ってるから、お互いねだからいいけど、両席は受付メンバーのおかげ、悪席はシステムのせい。すごいめっちゃポジティブに考えてくれている私たちのこと。ありがとうすぎる。こんばんは。あーちゃんが受付の席はどこでもいい。そんなことないよ。そう第8日は踏んだり蹴ったりでした。あーそうだったの。なんか昼夜でバランス取れてるよとか言ってくれたら、あーよかったってなるけど、時は立ち見覚悟ですからね。そうだよね、でも柱裏よりはいいのかなって思ったりとか。
でわしらうらの立ち見もあるのか。そう、こんばんは、たい焼きありがとう、お疲れ様です、ありがとうね。最善がいわちゃん、最善4列目がいい、なるほどね、赤席がいいんだよね、みんなみんな赤席がいい、ね、正直受付で会えば統計でもなったすごいすごいよ、それはありがとうすぎる。受付が誰かで席伸ばしとか気にしたことない、本当にすごすぎ、私が気にしちゃう土日は調べて2列目だった、お、2列目よかった、よかったです。それなら4列目が一番好き、 お気に入りがあるね、みんな You like a free a square in Jakarta 48 Generation 1、赤席の最前回はなんか全然、そうなんだ、そうなんだ、あるんだね、いろいろ。たい焼きありがとうございます。昨日の昼席番です。座席を見て、そう、あの受付で席番号を言ってくださる方がいるんですけど、そういう時はあのあの受付のお姉さんがいらっしゃるんですけど、お姉さんがこうやってさってその座席表を出してくださってみんなで探すっていうのが恒例行事になる、なってる、結構割とずっとみんな好きな DM 会見でもさ、そうそうそう、なんだ、ありがとうね。受付の時に席番を見る、そうスタッフさんがね、あのあどうぞって言って見せてくれて、一緒に探してくれるの、なんならここですねとか言ってだからあここかって言ってみんなで話したりするっていう、めちゃくちゃ優しい。とりあえず走られるの真ん中で、うん、そうスタッフさんめっちゃ優しくて、受付のスタッフさん本当に優しいんですある程度私は待ってるから、どっかで再生待ちで危ないなって、確かに確かに、ありがとう。刀剣って誰でも買えるの、買えるんじゃないかな、売ってれば。スタッフさん優しい、そう初見です、ありがとう、初見ありがとうございます。8時になるのか、どうしよう、何時までやろうかな、 SR から8時半とかまでかな、今日は長くて夜ご飯も食べようと思っているので何食べようかな。最近の両席はせいせいさんの生誕祭の13番1列目かな1列目の真ん中あたり、前のシステムのくじだと差し入れ3連続とか、そうなの、そんなこともあるんだね。こんばんは、さっきのよしあしもだけど毎回同じ人が近くにいる、そうなんだそんなこともあるんだね、たくさん通ってくださってると。唐揚げと餃子食べよう、めっちゃ夏って感じ。でも食べたい、お家にない、餃子はあるけど焼こうかな、どうしよう。父ちゃん何席なんですか、逆に最前列のどれぐらい、どうなんでしょうどうなんでしょうとか言って、ちょうどその下手上手によるよね、めっちゃ12番が最前度線、そうなの、じゃあめっちゃいいじゃん13番って。1年間48劇場の上手上で行ったり来てた時期があった、なんだ星になってるけど多分下手、すごい下手か、行ったり来たり、そうなの、1年間夕食は冷やし中華でした、冷やし中華今年は1回だけ食べた、コンビニのめっちゃ美味しかった、もう1回食べたいな同じ人と2回連続隣になった、仲良くなれそうじゃない、仲良くなるチャンスですそれは。5回連続で23個離れてすぎる、5回連続はすごい、しかもさその5回連続でそのお二人とも入ってるから近い席っていうのが面白いよね。ダメのさやーと会えたね、あーそれはさ、そうだね、そうあれは結構最善だと逆にできないよね、まっすぐだから手が、後ろの方だったらできるかも。とりあえず早見沙織ちゃん読書のうちあってた、頑張ってとしか言えない頑張ってね、こんばんは、朝日やちでした、おーいいね、こんばんは、かわいい顔見に来ましたありがとうこの人いつもいるなって人が結構いる、それはファンの方同士でも、でもさ結構受付してるとさ黒板の前とかで結構皆さん仲良さそうに話してるのを聞いて、私たちもあ仲いいんだってなる、あのファンの方もあのファンの方も仲いいんですねってなってちょっと和みます歴
クラシカルスパイってない、それはそう、一話の隣の人がサホちゃん推しだった、本当に嬉しい、嬉しいですね。最近は連覇してローテーションずらしてとか言うんです。そうなんだ、4期生の中でも情報共有したりする。情報共有しないですね。情報共有してる人子もいるのかな、あんまりしないかも、あんまりってか、うん、それぞれみんなが覚えてる子は覚えてる、それぞれいる気がする。月曜日読書の先生を聞いてました、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、見せてくれたよ。何回使ったら誰か分かんないからね、え、確かに昨日のロビー開放でマッシーさんの特徴出したよ、え、いいなぁいいなぁ、羨ましい、私たちそれはそうかも、ありがとう、たい焼きも、うん、そう、ありがとうございます、ハート。あと何かあったっけな、え、でもこの土日の前座はめっちゃ楽しかったわとか言って、いつもも楽しいけどめっちゃ楽しかった気がする。ありがとう、たい焼き。でも4期が一番人数多いから当たりやすいイメージ、確かにそれはそう、だってめっちゃ人数多いもん4期生スタコレをプレゼントしていただいたりとかして、4期率の高さに人数の多さを自分たちでも実感してる気がする、とってもそれは。たい焼きありがとう、なんかめっちゃ同期が出るんですよね、本当に1パックに1人は絶対4期がいるんですよっていうレベルに多い、人数多くても大丈夫ありがとう、かわいい、ありがとうございます。サホちゃん土日4公演の前座は初めてだった、いや初めてではないと思いますね、何かつかにやった気がする、ちょっと待って私のカレンダーを見ます、ちゃんと書いてれば書いてあります。え、初めてかな、あ、うん、4公演初めてかな、なんか3連休だった日に3日連続で出た記憶がある、はいそんな記憶があります、はい、それの時が一番出てたかな、1000円ガチャ全く出ない、1回しかない、そうなんだ、え、いいじゃん、そももさんめちゃくちゃ羨ましいけど、私はめちゃくちゃ羨ましいけどなそう、たい焼きありがとう、シャータクジ4切れたそれはもう人数が多いからね、なかなかレアな気が、そうだね、4公演はめっちゃレアですね、私全然出ないから、全然来週も土曜日ですサホちゃんは全然平日寝る、そう私もそう、平日めっちゃ出てる、とりあえず30日全然だね、そうですね、本当にお昼もね、こんばんは、4期生の特徴まだ出したことないので、もしそうなんだ、意外に、お隣の席に同じ吉の人と、ん、同じ人と隣、お見送りで推しから友達になりなよと言われ仲良くなりました、すごい友達になるめっちゃいいじゃないですか、お友達ゲット、そう、すっかり平日の女返事だね、いや今月がなかったからね、平日がねだからね、そう、こんばんは、そう、うんうん、ありがとう、ハート、そう、こうしてなかなか、だから皆さん仲いい、だってさ結構皆さん受け取った、桜の花びらじゃない、ハートの時とか結構みんなでこうやって集合してちゃんともらった方、受け取れた方同士が、受け取れた方同士が集合して撮ったりしてたし、
ありがとうたい焼き、30日にさおちゃん送るって簡単に思った。まあ、ただね、そうですね。どうでしょう。まだ私も29もわかんないし、30もわかんないから。皆さんが知る何時間か前に知るので。そう。こんばんは。もう17日なの、やばーやばーとか言って、本当にやばい、笑えないこんばんは。基本イベントや行く時も一人です、悲しい。そうなの。じゃあなんか今度隣になった人とかと仲良くなる、仲良くなってみるとか、誰推しですかとか言って、わかんないけど、私も現場で仲良くなったことないから、どうすればいいのかわかんないけど、みんなどうやってさ仲良くなってるんだろうね。あ、でもそっか、仲良くなりなよって言われて仲良くなれたりするから、じゃあ今度同じ推しの人見つけたら相手が同担拒否じゃなければあんまいないと思うから、そう、それぞれ生誕グッズの情報来るかな。お、確かに、どうだろう、わかんない、まだまだな気がする。近づいたしかない、そうなの。フォローありがとうございます。大体県外の方ばかり、そうなんだ。またね、ありがとう、こんばんは。そう、なんで言ってるんでしょう、昔の推しの界隈からだんだん広がった感じかな、知り合い、人見知りさ、なるほど、昔の推しの界隈、すごい、やっぱりさ、オタク仲間がいると楽しいよね。フォローありがとうございますフォローありがとうございます、本当に。たい焼きとかもありがとう。あとはカラフル寒天出てこなかった、ありがとうございます。前の推しのおかげで仲良いオタクと、すごい、やっぱりいると楽しかったりするよね。でも一人で行くのも楽しいけど、友達の友達で増えていくのかな。おお、すごい、たい焼きありがとう。確かにそれで輪が広がっていくのか。自分の知り合いだらさんに、この前京都の人がいて新潟に来てる時ありがとうございますすごいすごいすごい、めっちゃ輪が広がってる。京都すごいですね、めっちゃ遠いじゃん。どうやって来てるんだろう、飛行機、新幹線かな。今週金土日おたともと飲み会ね、めっちゃ楽しそう超楽しそうなんだけど、こんばんは。今や朝まで一緒に酒飲む飲みと、ね、めっちゃ楽しそうじゃん、みんなみんなが楽しそうにさあロビー前とかで話してるの、私はすごい嬉しいんですよ。そのグループを通じて友達、なんか一番ライブに行くとき楽しいよね。私も友達とアイドルさんの話をめっちゃするのでわかるってなる自分も含め県外だらけなら新潟で会ってなかなかなさ、確かに不思議な感じするね。公園割りにご飯行くのも楽しみの一つ、楽しそう、待って超楽しそう。そうちゃんも一緒に飲む、行きたい行こうかな永遠と語ってます。そうなんだ、なんと一緒に飲み会してみたいです、しようかしようかな。車で劇場だから、劇場帰ったからお高いは、車、そっか、車だと飲めないもんね。昨日公演終わりに寿司食った、いいな、話せるお友達がいません。じゃあここで、ここにいるみんなとどう急にどうどうかな。やはり握手会でリアルに待機率待ってるので、確かに親子でよくしか今日も飲むんでしょってよく言われるめっちゃいい、超楽しそうこんばんは。アイドルさん応援してるとき楽しいよね、わかるわかるとか言って、弁当割りだと40人で飲んで、待って超楽しそう、40人、私も行ってもバレないんじゃない、それは。土曜日も朝4時まで飲んで月曜公演、待って、すごい体力、よく寝ないですねそれは、寝ちゃうよ私なら、朝4時まで起きてたら寝ちゃう。40人とか、すごいな、
すごいですね、割ってそうやってできるんだ。お見送りでこれから打ち上げとか言われるよ。フォローありがとうございます。ちょっと出迎えさおちゃんが出てくる、一人で待ってる時あるもん。もうなんかみんな誰か仲良くなって話しかける自分からとか言って、私も全然さ人見知りだからあれだけど、昔生誕の打ち上げで20人くらいでとりあえずレモンサワーしたこと20人すごいな。どんどんみみさん推し、そうなんだ、すごい。 NGT ファンでお店貸し切りとかしてた、楽しそう。ちょっと私も混ざって公演後に会ってなかったの楽しい、楽しそう、本当に超いいなわあ。ライブ後にさ食べるご飯って美味しいよねきっと。今日なんとかからレスもらったよとか言うんでしょみんな言ってるんでしょ、絶対楽しいじゃん、絶対そうだ勝手に決めつけてプラスの後にダジャレですって自分で言わないのよあんまり。青春時代のリリーベの時はオールなんとか参加したけど、あの時は若いね、こんばんは。よく食べたりすること飲むって言ったりするから、推しからお迎えで今日は何を飲むのって聞かれ面白すぎる。そうなんだ、青春時計って勝手に読んじゃった。スケコンジャパンさんが好きだから、そう行きたい、見ました、そうね、行きたいよ私、行きたいな青春時計、そう昨日初めてサホちゃんに受付してもらった、そうありがとうね、嬉しかった。意外とね、おしめ以外の子の話するもそう、おお何を話してるんだみんなみんなで何を話してるの。土曜日は二次会仲間と行きつけの店でカラオケ NGT 楽曲歌ってた、めっちゃいい、楽しそう。私がお酒好きなんでファンもお酒好きが多いのも特徴、楽しそうすぎる、なんだそれは、私も入れてほしいそこに今年の TIFF ではすでに全国から集まる音仲間と連絡を取り合いし、すごっコミュ力高、全国にいるの友達が、おたとも超楽しそうなんだけど、ねえ何それ、超楽しそうだけど。さほちゃんはエゴサしたりしないの？たまにします、でもたまにあんまりしないかな、なんかしてた時あったけどもうしなくなっちゃった、あんまりね、でもしたりしますよ。そうすごいしてるっていい自信はない、だから全部見てるはずだけどね。アニアちゃんからですってマット合戦してる、あるあるだな、楽しそう本当にありがとう、たい焼きたくさん。最近この子いいよねとか推しメンを見てると思うとパスできないこと、なるほどそうなんだね、そうなんだ、そうかわいい、ありがとう、ありがとうね、たい焼きありがとう、別にすごくしなくていいですお話し会後にお店で夕飯食べてたらメンバーで遊びすぎますかと、あーねそういう時もあります、そういう時もあります、きっと。ハートありがとう、たい焼きもありがとうね、ありがとう、たい焼き本当にしたりすると大人かなで公演終わりに夜勤とかもそろそろいいな、いいなありがとう本当に、たい焼きたくさんありがとう、みんなめっちゃ楽しそう。握手会やってた時、握手会後の飲み会と握手会どっちが目的か分かんないでもそれぐらいさ、なんて言うんだろう、一緒に楽しいって思える人と会えるって、推しも会えるって最高だね。なんだなんだ、出るでしょって言われるのに、飲み会もやめちゃん褒めるか星のところ気になるから全部もう一回点で送ってほしい気になるからめっちゃ見たことあるな、そのツイートもうラーメン屋から出ると気まずい瞬間に出ることもある、そうなの、まあ、あとはよくラーメンとか食べたりするけど、サホちゃんが誘われてます、そう私のアクスタをいろんなところに連れてってくれたり、カードをありがとう皆さんありがとう、たい焼きありがとうございます。そうこんばんはありがとうね、だるまも、会社に持ってってるカバンの中にいつもアクスタ入ってるもう私より外出してるんじゃない、アクスタの方が
そんなことはないかな、アクスタの方がいろんな場所に行ってると思って、そう、ありがとうたい焼き、どうせ話し悪くなってもう尊いですね、尊いですね、たい焼きありがとう。しかもちゃんと点で打って書いてくれてありがとう。シアタクジそうじゃなくした、必ず出る、すごっ、地引きしてるの、アクスタの移動距離すごいよ。私思う、それなんか皆さんがいろんなところに連れてってくれるのを見るたびに、私のアクスタすごい移動してるな私よりいろんなところ行ってるのではって思って、兄ちゃんとそれ会話に生写真とアクスタ室でそうなのすごいね、めっちゃいい、たい焼きありがとうございます、たくさんフォローもありがとう、ありがとうね、私もしかしてフォロワーさん1700人いくのではってぐらいフォローしてくださってる、今日締め多いからアクスタも多いし、サボちゃんのもあります、ありがとう、私のも持ってくれてるの、ありがとうね、たい焼きありがとう。そう、うん、アクスタはなんだ、収まるからクリアカードにしたら、確かになんかアクスタ私が持ち歩くときに、例えば推しの持ち歩きますね、怖いのが折れたらどうしようってなるから、めっちゃちゃんと入れてってやる。そんなこと言ったらそもそも毎週新潟僕してるけど距離えぐい、確かに、あと3人で1700人、そうなの、ありがとう、とってもありがとう、こんばんは、もしこの時に、あ、明日とかに行くかな普通に無印のポジでいい感じに収まってる、お、ならよかった、たい焼きありがとうございます、擦れて印刷も擦れそう、あーでもかケースに入れてたらね、財布に2枚、持ち出しセットに2枚、スマホケースに1枚じゃすごい、めっちゃ持ち歩いてくれてる、ヤンホーヤンホー、ありがとう、ありがとうございました。ゆきも新潟広いから移動距離半端ない、確かにね、新潟の新潟のさ、端から端まで行くだけでもすごい距離、あるあるですが乾杯より席に推しのアクスタと写真との撮影ポストが先で、その後に乾杯となります。めっちゃさ、夏とか冷えたものが来てもぬるくなっちゃいそうでもすごい、それだけ写真撮るのね大事、ありがとう、見返せるしね、この時も行ったなとか、この時も公演終わりってなる。私一個夢があって、ちょっと多分無理なんですけど、NGT 劇場に普通に公演で入ってみたいっていう夢があります。今はもうできないけど、 PA 席とかじゃなくて普通に受付して普通に公演を見てみたい見てみたいなって思いますね。結構サボちゃんの方かすりもしません、そうなの、私が出ますように、私推しの人に私も出たいと思ってるよ親御さんは新潟の劇場に来たことあります？あります、もうね、こそっといるんですよこそっといて、でも私がお出迎え、お見送りは絶対来ないでねって言ってるから、そう、あのしれっといなくなってる席から。ファンタしないってこと？そうなの、新潟全然来たことなくて、隣にさおちゃん来た、めっちゃわかる、それは違う、私が見たいって、そうじゃ隣席なんだろ、なんか歌番組で歌手の方がさ、紅白とかであれだよね、席からバーって出てくるみたいな、そう、帰っちゃう、帰っちゃない、お家にいる、私のお家にいて、みんな言うんだけど、そうなの、見たいだよね、お見送り前に出る、そう、お見送りする方はお座りくださいじゃん、しないから、サイリウム貸しますよ貸してくれるの、ありがとうゲリラカン、でも一応言ってきます、今日行くねって、私お送りでもさ、私は別にいいけどさ、他のメンバーとさんとかにさ、私のさ、例えばお母さんとかがこうやってちょっと嫌だなって私は思ってて、逆にさほちゃんが隣だったらどっから来ましたかって聞き、確かにじゃあ私じゃない時に、そういっぱいあるから、
ぱいあるの、すごい、貸して貸して。あ、そっか、4本最善最高、足音聞こえるし、確かにいいね。フォローありがとうございます。たい焼きもありがとう。だから6年半もう変わったの見たことある家族だったんだきっとアホの母でございます。絶対言わない、言わないよ。私のお母さんは何も言わないと思います。と逆に言うと見送り前に帰るな。絶対そんな頻繁に見に来てるわけじゃないか新潟にそんな頻繁に来ないので。あと私がもう来なくていいよって言ってるっていうのもあるけど。そう、ミミエさんの初日にミミエさんのご両親がいて見送りして帰った。あー、でも初日は来そう、うちの親も。友達がサボちゃんに認知されて喜んでたよかった、めでたしめでたし。最近はどれくらいのスパンで来てんの？最後来たのコンサートですね。コンサートに見に来たから、公演は覚えてないの。全然来ないですよ、もう安定してるしね。なんていうの、もう半年以上いるし。レインボースターありがとう。アンコール発動したやだ、絶対にやだ嫌すぎる。母さんが隣にいる配信やってほしい。絶対に嫌です、家族はダメだし。うん、ありがとうね、ありがとう。たい焼き怖いんじゃなくて普通に新潟に、全然どうだろう。でも来てますって言わないしね、みんなに。そう、出かけたりするから。うん、月一は来るかな。あ、でもどうなんだろう、月一来てるかなぐらいです言わないけどね。そう、ゲストの話だとか。そっかそっか、そうちゃん新潟にはメンバーになる前に仲良く来たことある。一回スキー市に越後湯沢ぐらいまで行きましたあとオーディションかな。じゃあ土曜日夜にお見送り前に帰ったらお父さんじゃん絶対に違う私の、少なくとも私のお父さんではないですね。ありがとう、たい焼き。1703人おめ。本当に？本当に言っているの？お疲れ様です。ガーラ、湯沢はどこのスキー場で？ガーラだった気がします。ガーラだった気がします。小学生の時。本当に1700人行ってるんですか？それはどこで見れる？本当にです。ありがとう。ほんまや。本当に超、本当だ、嬉しい。じゃあ固定コメントを書き換えよう書き換えよう。テロップを変えます。まずテロップを変えます。ありがとう。1800人2回よ、確かに。変わったかな、変わってるかな。あれ変わってない、なんで変わってないのあれれれれれれ、書き換えたつもりなんですが、あれ変わってるかな。うん、変わった、ありがとう。バチバチバチ、ありがとう。こて変わった、嬉しい。配信中に行けたの初めてかも、この区切りの数字。ありがとう、フォロー。あ、でも1600人の時どうだったっけ。でもありがとうございます。で730くらいに刻んだらでも毎回私100人単位で言ってるよねそう、ありがとう、本当に。それなおちゃんいい子だからフォロワーが確実に、本当にありがとうまさかこんなに早く行けると思わなかった。相変わらず顔文字のセンス顔文字可愛い子たくさんなのでいろいろ使っちゃう、嬉しい。あともありがとう。さおちゃんのトークは毎回品があって大好きそうかな、ありがとうね。配信中初めてね、私もそう思う、配信中に行ったの初めてかも、嬉しい、ありがとう。カラオケ配信とかしちゃうとか言って、でもない。あれスマホスタンドが、あれ、ありがとう。たい焼き
雨の日ね、ありがとうね。アカウント引き継がなかったね。あ、そうだね、そうだった、そんなこともあったけど、そう、可愛くていいかとか。みんなめっちゃ褒めてくれるじゃん急にみんな褒めてくれるじゃん、ありがとう。高町で話しててもサボちゃん評判よそうなのその飲み会でお話しされている私のことが、ありがとうね。たい焼き待ってました。カラオケ、ちょっとカラオケできない、ちょっとカラオケが、ちょっとスマホの方の充電がなさげということであとイヤホンが今カバンにあるのでできないけど、また明日とか、明日やろうかな。え、でもカラオケ結構歌ったんですよこの前、18曲とかだって褒めて伸びるタイプじゃん、ありがとうねよくわかってるね。なぎすけのサホマ、サホモノマネが似てておもろい。そう、なぎにやってもらいました。え、いいよいいよって言ってるやつでしょ、私の。違うっけ、大丈夫大丈夫だっけ、なんだっけ、なんかそんな感じ。私のモノマネをなぎがしてて、私のモノマネしてるの多分なぎくらいなんですけど、ちょっと似てる。さこちゃん知り合いからも好評だよありがとうみんな、ありがとう。たい焼きも、なんだっけ、なんだっけ、なぎの私のモノマネ、え、私はなんとかだけどねみたいなやつめっちゃなぎが本人かと思ったそんなに似てる、それ見たことないみたい。なぎにやってもらってくださいあ、でもいきなり話の流れを遮ってさこちゃんのモノマネしてはダメだから、もしなんかなぎがモノマネしてたらレインボスターありがとう。逆になぎちゃんのマネできる、なぎって難しくない、特徴が。うん、いや暇さえあれば配信とか見たら逆に分からないだろうか。うーん、初見です、ありがとう、本当に初見ありがとうございます。さわちゃんのものまねして、なぎちゃんのものまねして、え、いいよいいよって言ってるなぎが、いいよいいよ大丈夫大丈夫って、私のまねしてるなぎがこれね、大丈夫大丈夫いいよいいよなんかいいよと大丈夫しか言ってないんだけどももちゃんなんだけど、え、ももちゃんのまね、私ものまねあんまり、同期のモノマネか、あゆみちゃん、あゆみちゃんのモノマネならできる、あゆはあゆはっていう、大好きっていう大好き、あゆそれ大好きあゆみちゃんのマネほんと可愛いんだけどなんか癒される。じゃあ受付でなぎちゃんに頼むやってくれるかもね、わかんない、でも無理には。コマちゃんのモノマネ、コマかも、わかんな、わかんなさすぎるな。なぎちゃんが、さおちゃんが最初見に来てくれないって毎日頼むね、ごめんなぎ、たまに見てますよ、で星を投げて撤退してくたまに見てるんだけどね、なぎの配信。なんかこの前は食べれるスライム作ってました、なぎは見たよ、見て、見に来てって言うから見に行くのそう、あおちゃんはできる、あおちゃんむずっ、喋ってる青ちゃんのイメージが、色カッピもできた、難しい、なんて言ってるっけ、口癖とかが思い浮かばないから。フォローありがとうございます。そう、天体色カッピ、なんだろう、難しいな、あれ最後まで食べきったらしい、そうなの、途中で見るのやめちゃった、途中で飽きたスライム、そうなの、飽きたんだ。青ちゃんニコニコ、そうだね、あおちゃんはニコニコしてるよね。うん、カッピは難しそう、ヒロカッピはマイク、マイク持ってってやってますまね、まね、でも喋るとかじゃないこれは。たい焼きありがとう、食べきった過去自身は、そうなのかな。これでもヒロカの前でもやったことある、ヒロカの真似をなんかこの前の先生なんかみんなで、ひろかが言ってこうだよね、手フレックスだよねっていう話をした、みんなでえーとか言ってたけど確かにそうそうですね何そのアイドルに一芸絶対必要主義ですか、もしかしてそれはまさかの携帯模写、そうだよ藤崎さん水水タイプなんだ、そうそうなの、ひろかっぴはそこだね、そこですね。あともありがとう。そう。トゥン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 。あと何かな。
真似か。いやでもえみちゃんの真似が一番しやすいと思う、4期だったら。私はあゆまんさほっぴにするしか、なんだっけ、そうなんだっけ、こうそう、ひろかのことピッピッピって呼んだりしますひろかピピッピッピッ、たまにね、ふざけて。まあでも基本ひろかって呼んでるけどひろかっぴのこと。そう、昨日あゆみちゃんとさ話してて、なんであゆみちゃん呼びなのって言って、あゆって呼ぶね、あゆって呼ぶっていう話をした。アクロバットもしますし、私はしないですねってよく言って、大丈夫。あゆじろう懐かしい、コンサートの時あゆ、おかえり、そう、かわいそうね半までとか言っててもう28分になっている、怖いよ。でも1700人ってありがとうございましたとかで締める流れになっちゃった。そこいそもあるので、ゆみちゃんって聞くとどうしてもアニメ、あ、なんだアニメ、あ、コナンありがとうレインボースター。そう、サホリンって呼ぶのダメなんですよねどうかな、もういいのかな、わからないです私には。そう、ありがとう、たい焼きも。急にモノマネ、あと誰かな。でもみんなそんな特徴あるわけじゃないから、なんだろう、ちょっとさ思い浮かばなさすぎなくて見ます。4期を見ます。お見送りサボシンに呼びする勇気がなかった、いいんだよ呼んでくれてもワンレターンってどれくらい来るの、ね、言っていいのこういうのって月にまとめて来るときは来て、いつでも来るときは来ます。フォローありがとうございます。メリーのモノマネむずっ、メリーのモノマネが一番むずい、メロメロメリーでしょ、メロメロメリー、この違う、なんだっけこれ、なんだっけ、波やっちゃだっけ、みんなのキャッチフレーズを聞いてなさすぎて忘れちゃう。佐保桃井っていうんですか、佐保さんがいらっしゃるので、そう、このコバちゃんは真似しやすそう、みんな言うね、なんだろう、わかんない、特徴ある相方のももちゃんの真似できたりしないの。ももちゃん難しいよ、エセ関西弁になっちゃう私がやると。まあ、ナナちゃん、ナナ、ナナのモノマネもむずいな、どんな喋り方だっけみんな。そうなんぜ待ってそうなんぜやばい、そうなんぜはメリーすぎる、よくそうして、そうなんぜやばい、ちょっと待って、そうだよね、メリーといえばそうじゃん、そうなんぜ、りちゃんの受付モノマネやったし、受付わかんない、初見の方ありがとうございます。さおちゃんってどんなキャッチフレーズだったっけ、わかるけど、一歩二歩作法ですね一歩二歩作法です私は。そう、ほんま一歩二歩本当にいいそうなんです好き、そうなんです好きすぎて私もめっちゃ真似して使ってる時あったな、懐かしい、懐かしいとか言って、そんな、そう、1分2分です。キャッチフレーズってあんまり言うタイミングがないからね、みんなの掛け声を覚えておかないとたい焼きありがとう、こんばんは。キャッチフレーズ時々知ってくれないと忘れちゃう、そうだよね、私も言うタイミングを逃しそうになる、みんなのそれぞれよね。あんちゃんの真似難しそう、あんなは分かんないね本当に、前座でもキャッチフレーズやって、あーでも長くなっちゃうからね前座でやるとね、無期生公演わーどうでしょうね、分かんなさすぎる、アイネタ入れるときちょっと迷う、
あ、いや確かに私もなんて言うんだろう、いつだっけ、そう4期生イベントの時もめちゃくちゃ久しぶりだったんですよ。それももう結構2ヶ月前とかなんだけど、一回みんなの確認してから行ったもん、キャッチフレーズ。サボちゃんもキャッチフレーズあるの？ありますよ、一歩二歩三歩。叫ぶタイミングがあったら全力でサボって叫ぶね。ありがとう、アンナちゃん。スタッカートの笑い、え、どうなんだっけ、え、わかんない。これは記念に最高の自己紹介なんだ、最高の自己紹介、あ、日向祭りで自己紹介をしてますので、ぜひぜひとか言って、22日です、聞いてほしい。そう、めいちゃんもそれね、と全く全くもうやばい、あゆは確かに全くもうって言うわ。みんなすごいね、特徴。4期生イベントからもう2ヶ月とか、確かにね、あっという間だね。うまい番宣だし、ありがとう、楽しみ。サホリンって呼んで、サホリンって言うのを聞いてみたい。サホリンって言うなって言わないですよ、サホリンって言うのは言わない。宮田松に言うと急に、そう初めてなので、フォローありがとうございます。そうそう、日向さんにお久しぶりに会いましたね。サホちゃんのために新しい声も出るし、すごいモノマネが私本人呼びありなの、どうなんでしょうね、どうなんでしょう、別にダメではないです。日向祭り楽しみな方で、そうそうと言って、そう、こんばんは。どうしようどうしよう、そうマッシーさんが29日なのでね、日向祭り、なんなら赤井さん以外も嬉しい、すごい声まで、なんかモノマネ今自分でさ同期の特徴が思い浮かばなさすぎて、あ、私って全然人のことあんまちゃんと見てないのかもって思った。口癖とかも思い浮かばなさすぎてびっくりしちゃった。やた祭りウォッチングも、そうやた祭りウォッチングもすでに35分過ぎ、ちょっとやめ時が分かんなくなってきた。30分までとか言ったけど、見てください、見ます。あとなんだろう、じゃあ40分に壇上読み、ちょっとこれはさすがに決めますちゃんと。そう1700人、モノマネは切り抜くとこが大事よね、確かに。なんか口癖とかがある子がいたらさしやすいけどね。初見です、時間見るの忘れた。みゆみゆさんの配信パターンに似てきた、そうなのそうなのとか言って見てるけど、確かに何分までって言って、私も伸ばしちゃう。仕方ない、これマネプラスセリフ、なるほど。こんばんは、9時からエッサコエサ聞いて、そうそのために私はそれまでに夜ご飯を食べ終えてエッサコエサを聞くっていう目標があるので、今日のそうそうそう、ももちゃんラジオトークもねするみたいだから聞きますので、モノマネは観察力と傍聴力、確かに。いつも真面目な人が他にいるよりこれからで、ありがとうね、なんかすごいありがとう。忙しくないけど、自分でエッサコエサ聞いたら配信も戻ってこないです、今日はやらないかなって思います。間に合わないかも、いや一旦ご飯はそしたらエサコエサ後でもいいから一旦ね。みゆみゆちゃんの先端座やかも、おそうだね、配信されてるんでしたっけ、なんだっけ、わかんないけど。なんか DM も開いたらたくさん増えてたから、すごいさんとマシーさんとアニメの話もありがってラジオもある、お聞きます。夜ご飯食べなきゃ、そう食べながら聞こうかな、ラジオだから。夜ご飯を作ります、作るって言っても何にしようかな。でも自炊をねしたくはある、全然できるけど、
フォローありがとうございます。買い出しに行くのが暑くて今日までなんだ。そうなんですね。それは大丈夫。晩ご飯見に決まってない、決まってない。コメンタリーの2回目のぜひ見てください。ありがとう。2回目私記憶なくて怖っ怖っとかで、私まだ見れてない見れてないから。今日の晩ご飯はミネストローネ食べた。めっちゃ美味しそう。健康的。餃子焼きましょう。焼くか、餃子を。餃子を焼こう焼きます。コメンタリーまだ見てなかった。あーぜひ見てね。今日フォロワーさんいっぱい増えてよかったね。なんかたくさん増えてくだ増えんフォローしてくださってありがとう。コメンタリーのさほちゃんの挙動がおもろいね。なんか緊張してるっていうのとどうしていいかわからないっていうのでちょっと挙動不審なのかもしれないんですけど、ちょっと怖くて挙動不審な自分を見るのが怖すぎてさほちゃんのルームリターンです。お風呂から出てきました。おかえり。夕食はカレーでした。いいな、カレー。カレーを食べるって私が決めたら冷房入れよう突き放せる。そうなんだ。うどん食べてました。こんばんは、こんばんは。いいな、うどん。遊びに来たよ。ありがとうね。そう。翌日一日でフォロワーさんってそんなことあるかな。モノマネ効果でフォロワーさんかそうなの、モノマネ効果なのこれ。締めがちに星さん見てなかった。ちょっと私が見れてないんだな自分も。たい焼きありがとう。ありがとうございます。たい焼きプリンスもフォロワーさん、フォローしてくださった方も。変わってるかなって思った。変わってる、まあいいか。後で買います、もしかなかったら。そろそろ40分になります。そうですよね、思いました。早く見て見るかな。じゃあちょっと今日エサコイサまでの間にちょっとだけ見ようかな。ちょっとだけ見てまた。ではでは、誕生日させていただきます。1時間半以上、1時間半くらい配信ありがとうございました。ちょっと結構やったかも。あとフォローしてくださった方もありがとうございます。外さないでね外さないでね。ありがとう。では13位パックさんありがとうございます。12位あきらちゃんありがとうございます。11位かずやさんありがとうございます。10位ちーぼーさんありがとうございます。9位みーさんありがとうございます。8位大関さんありがとうございます。7位ラバーさんありがとうございます。6位セッテンガーさんありがとうございます。5位メープルなおくんさんありがとうございます。4位シーマープさんありがとうございます。3位ポメラニアンさんありがとうございます。2位スユバさんありがとうございます。そして1位コミュニストさんありがとうございます。ありがとうございました。とってもたくさんありがとう。こんばんは。またね、またね、また明日配信するので、多分夜てか夜ですね、明日の夜配信するので、多分夜が多いかな今週は。また前座の日は朝やるかもですけど、フォローありがとうございます。ではでは、またエッサコイサを聞きましょうね皆さんでは1700人おめでとうございます。ありがとう。またね、ありがとうございました。バイバイ。チャットとかメールを送ります。楽しかった、ありがとうございます。こちらこそ楽しかったよ、ありがとうございました。バイバイ。